じゃあテーマはまあズバリ下がらない。下がらないで、まあ、処理をする。下がる癖が結構抜けないんで、まあ、ちょっとその下がる癖をなくしつつ、まあ、今日はちょっと徹底して下がらないで処理をする、まあ、基本下がっちゃいますよね、まあ、ストロークもボレーもちょっと両方できればいいかなっていう感じがするので、ちょっとその練習をしましょう。はい、ちょっとボレーボレーでいきましょう。ボレーボレー編で、で、まあ、一応これ一緒に参加する形でサービスラインからは下がらないでちょっとボレーをする、必ずで、例えば構えてて、で一番やっちゃいけないのはこういう姿勢、起き上がってしまうとか伸び上がってしまう。そうすると体が後ろに行ってボールが浮き始める。でいいのはこういうちょっと前傾姿勢、前に向かっていけるような姿勢で、これを保った上 で必ず、斜め前にボールは取りに行きましょう。必ずどんなボール来ても軸足だけでもいいんで斜め前にパッと準備をできるようにする。必ずパッで、もちろんラケットもここではなくて体の斜め前にあれば力は一応受け止められる、まあ、必ずここに、まあ、一瞬で準備するというか、単純に軸足をパッと合わせるのが、まあ、シンプルに返すコツになります。でそれをこういう返し方とかではなくて、やっぱり下がるにしても、こういう姿勢だったらこういう風に下げて足を、軸足だったらいいと思います。で上半身が別に前に向かってる感じのバランスであれば全然問題ない。そうそうそう、この肩が例えば押されちゃう、これはダメ、これならいい。この姿勢で必ず迎え入れること。はい、で今からやるボレーボレーちょっと早めに打ちましょうか。早く低くポワーンってつなげないでいいので、でミス連発していいので、どんどんちょっとペースを上げまくってみましょう。ちょっと皆さんきついかもしれないですけど、河村さん無理しないように、フォア別に取んなくていいですから。じゃあちょっと球出しも早くいきますよ。はいはい、そう下がんないよ、下がんないよ、そう OKOK、 はい、どっちに打ってもいいですよ。いけるいける、これ決めていいよ。あ、OK、 はい、そう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 、どんどん前どんどん前、 OKOK、 まあそう、あまりこういっぱいつなげなくてもいいし、あとはそのロブはなしでいきましょうか。もうロブはもうスルーしていいです。打っちゃったらしょうがないにして、とりあえずロブが来たら追っかけなくていいんで、で目標は、まあ、皆さんそう、パンパン、どんどん前に詰めて最後決めたいです、うん、さあ行きましょう。はい、そう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 、 OK OK、 ラリーは短くていいですよ。はい、おお、前入ったからこそですね今の。はい、そう、次次次、そう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 、いける、そうそうそう、いいいい、あれがやっぱ大事です。こう前に入りながら常に打ってる。はい、そうそうそう、いけるよ、あ、オッケー、はい、もう容赦なく容赦なく、そう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 、さっきのストロークと一緒で、こっちの2人の印象はうわ時間がないっていう印象に変わるんで、どんどんこっちが慌てることになる。今の感じで、はい、もう一回もう一回、そうそうそう、 OK、 はいはい、あ、ごめんなさい、はい、そう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 、必ず前必ず前、あこっちもねちょっとちょっと止まっちゃったね。もう一歩歩いてもよかったです、こうやってパン、
はい、そう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 、 OK、 はい、 OKOK、 じゃあちょっとバックに出しますよ、次。はい、ナイスキャッ。おおおお今でもこうやってたからですよね、こうなってないから。うん、はい、おお、ナイスショー、ナイスショー。はい、そう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 。で、あれが1、2歩目ぐらいまで出るともっといいですね。1歩目が出るのは OK。 はい、もう一回もう一回。はい、そう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 、ナイスショー、ナイスショー、ナイスキャッ。あ、惜しい。いきます。はい、ナイス、いいボール、いいボール。そうそう、今の足元に沈めやすいんです、前に行くと。うん、今の入り方を常にキープして、で、あと2球いきましょうか。はい、そうそう、前ね、そうそうオッケーオッケー、ラスト。はい、あー、ラストが、もう一回いきます、ラスト。はい、前入って、いやー、オッケーオッケー。今ぐらい結構極端に前入るとやっぱ自分に時間はなくなるんですけど、まあ、逆に反応するだけで良くなるんで、処理はシンプルになる、あと時間がなくなる、うん、なんかちょっと何て言うんですか、ラリーを支配してる感じがあると思うんで、で、前に入った方が、まあ、おそらくこう沈めるのも結構簡単っていうのと、まあ、あとは今ペースをどんどん上げましたけど、前に入って緩く打つっていうこともできてくると思うんですね。だから、まあ、必ずここでその手の方で緩く打つ、強く打つって調整をするんじゃなくて、特に高浜さんはって話でいくと、足が出てないで、緩く打ちたいっていう感じになるので、出して緩めましょうっていうのは、そう、かなり当てはまる。うん、で、足は今ぐらい動いているといいです、前方向に。バン、そう、緩めるのもこれで緩める、こうではなくてという感じで。うん、後ろ方向に行ってなかったですよね、今の。まあ、ロブが来ないからっていうのもありますけど、まあ、別にロブなんて時間がいっぱいあるから、もし上がったらこの体勢でクッて下がれば別に間に合うっちゃ間に合うんで、まあ、ちょっと前に入る癖をつけるといいですね。そう、やっぱ大事です。その足が前に出るとか、体がちゃんと体重が乗って、でその状態でその強弱がつけると、まあ、相手も同じような打ち方で強弱がつけられるから、ちょっと読みづらくなるんですね。強弱をつけたい時ほどちょっと広く、肩幅よりはちょっと広いぐらいのスタンスでいるといいんじゃないかなっていう感じです。そう、もうこんなこれは体がやっぱり伸びたり、そう、くるんって回ったりしやすいんで、そうそうそう、ちょっと広く取っておいて、ボレーもこう広く取るし、ストロークもライジングほど、まあ、広く取った方がいい。回すのはそうだな、まあ、ライジングの時は回さなければいいかなっていう感じ。うん、普通のストロークは逆に回すことでスピンがかかって落ちるんで、そこは余裕がある時とか時間がある時とか、こう普通のボールは回していいんですけど、うん、ただライジングの時は回すよりちょっと運んでいくっていう、ライジングはそうするっていう感じで使い分ければいいかなっていう感じです。そうそうそう、まあ、だからといって普段のストロークこれやっちゃいけないってわけじゃないんで、普段はこうやりつつ、まあ、ライジング系のボールは、まあ、あとドライブボレーもそうですね、まあ、そういうちょっと時間を早くしていく系のショットは、まあ、あまり回さずにこうちょっと押し出していくことを大事にした方がいいです。
そうですね、ぜひぜひ。ありがとうございました。まあ癖ですからね、うん、常にやっぱ、うん、広く待ってるといいですよ。常にこういう待ち方、常に。よかったですよね。やっぱあれです、もうちょっと自分が打ちやすい打ちにくいっていうよりは相手がどういう反応してるかなっていうのも考慮に入れた方がいいですね。結構もう明らかに嫌がってましたからね、パパンって返されることは。だからそういうのを見て、うわ嫌がられてんだな、よしって思ってやった方がいいです。